ブラック行事に大変な方々がお見えになり感謝してます。小さい部落ではあるんだが、まあタイトルにあるように大きな夢と、それから希望を持って一山へやって、やっと29年。第1回目は三郷の教 千葉の方を見かんと、点々と新年会をやった覚えがあります。それで29回、そして32、3くらいだったんですが、もうやれて70になると。まあそういったことで、この夢大根もですね、もう4年目に入っています。これからとは、あらゆる行事、やはりこれに子供たちを伸ばして、それから、 ご協力を賜りますようお願い申し上げますとともに、新しい宇土市が皆様にとりまして飛躍の年、幸多い年になりますよう記念申し上げまして挨拶といたします。平成23年7月15日、沖縄市長ともです外国でございます。本日はおめでとうございます。がご指名ですので、乾杯の音頭を取らせていただきます。よろしくお願いいたします。 その前に一言、1年の経営は元旦である。昔から言われています。年の初めは大変厳粛なものでございます。そういう中にあって、お互いのこの東松本自治会は、自治会長をはじめ役員の方々、それから今日先ほど紹介ありました、たくさんの、たくさんのご、ご列席の皆さん、 いたしまして大変ありがとうございます。また今年は、ここにもありますように、うさぎ年ということでございます。ご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、今年は、第5回の世界のうちなんちが開催される年でございます。で、世界各地で活躍されている皆さん方が 一堂に会して、お互いの、情報交換し、友情を育もうという、そういう年でございます。 Ha ha ha!